もちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ610です。確かね。はい、今回ご紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思うんですけど、フィグマですね。久しぶりに何度かなフィグマをちょっとご紹介したいと思います。で、今回からですね、610回からカメラが変わります。なので、一部ね変な感じに映ることも多々あると思います。まだちょっとね設定がよく分かってないんでね、ちょっと変な感じになるかもしれないですけど、その辺はちょっとご了承願えればと思います。で、新しく変えたカメラですね。このカメラは何かっていうのは2号店の方ですね、サブの方に、ちょっとね今までのカメラもちょっと映しつつ紹介しておりますので、そちらもちょっと見ていただければと思います。ということで今回ご紹介するフィグマはこちら。じゃーん。はい、こちらです。ナンバー272、アンジェラ・バルザックです。これは何だったっけかな、映画だったっけかな、 OVA だったかな、なんかそんな感じのやつで展開してたやつだったと思います。テレビアニメとかね、地上波とかね、衛星とかいうやつじゃなかったような記憶があります。はい、一応パッケージこんな感じで、側面、あと裏、さらに反対側で、あとトップとリアとなっております。はい、紹介するフィグマとしては久しぶりにちっちゃい箱になるのかな。あ、そうでもないか。あ、そうでもないね。はい、ということで開けたいと思います。上だね、ここから。はい、ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。こちらアンジェラ本体と、ここへの表情パーツ、あとなんかこの辺に付属品がありますよと。で、いつもの袋と、手首ホルダーとかね、あ、説明書この中に収まっております。で、フィグマといったらいつものこちらですよね。はい、この今光照らしてるところ点数が見えると思うんですけど、こちらのところに、ついてるやつですね。これはハサミとかねカッターとかで綺麗に切り離して使用するカバースキンってやつですね。これは別売りの、D ステージというやつに、まあ、取り付けるっていうかね、ことによってその各キャラクターというかね、それに合わせたような感じの、カバースキンになっております。で、その D ステージっていうのは今現在は、店頭に在庫としてあればあるだろうし、あとはネットショップとか中古、そういうのでちょっと入手するような形になるのかなと。今現在は普通にはね生産してないので、その辺のやつを探してくるしかちょっと手がないという感じになっております。一応その D ステージの方の紹介ですね、そちらの方は過去に動画で出しておりますので、まあどんなものかなというのはそちらを見ていただければなと思います。はい、ということでこちらですね、こちらから出して全て並べたいと思います。はい、パーツ一式並べたのがこの状態です。付属の表情パーツ、あとこれが手首ホルダーですね。で、これが手首の交換用のジョイント、この中に入ってます。はい、これです。そしていつものアームとベースと、これがクリップですね。そして奥にいるこいつ、これが劇中に登場したパケット偽装アンジェラっていうやつ、それ用のアームとベース。それともう一個、これはね銃なんだって。特になんかなんたらかんたら銃とかね、なんか名前があるみたいではなく、箱のところにはね、付属品には銃に加えってことね、銃という名前です。それとアンジェラ本体で、一応説明書の方を見せますと、一応ねこういうふうに説明書がこのようにありまして、こうやってね、これが日本語、まあ裏はいつもの英語なんですけど、こういう風にセット内容、そしてまあアームですね、その付け方っていうのが書いてあります。で、さらにもう1枚こういう風に訂正版っていうのがあります。で、先ほどのパーツリストの方には載ってなかったこの銃ですね、これが、先ほどの説明書には載ってないと。なのでこっちの方にちゃんとあるんで間違いではないですよという感じに、訂正版もちゃんとついております。はい、ではですね、こちらの方のパーツ全て一式一旦ちょっと避けまして、まずこちらですね、アンジェラ本体、まずこちらをね、まあ、ぐるり回していきます。はい、こんな感じ。ではですね、頭部いきたいと思います。はい、ではね、まずこの状態、後ろのねこの辺触らない状態で
まず、そしたらこれぐらいですね。これぐらい。これぐらいしか動かないです。というのも、やっぱりね、ここのね、ツインテールっていうか、ね、下がって、ここの部分がやっぱ当たっちゃうんで、今この状態だとこう当たってますよね。これを根元のね、このクリアパーツの、こいつの、こいつがね、こう動くんで、これで回避してあげると、あと顎ですね、顎をちょっと下げてあげたりすると、こう、もうちょい横に向く感じ。まあ、腕っていうかね、この辺のパーツの特徴的な部分があるんで、それが当たってるんで、あと腕の方でちょっと調整してあげると、この首もね、動くかなという感じです。で、上。首をね、上に向けるとこんな感じなんですけど、これはね、ここの、これで回避して、そんなね、回避できるようなものでもないですね。首の根元っていうか、その辺で当たっちゃってるんで、もうどうにもならないって感じですね。あと、下は結構向ける感じね。はい、こんな感じです。で、次、腕ですね。はい。腕が、まあ、真上。肩に干渉するものがないんで、真上、あと水平とかその辺も動かせます。で、ここのね、今斜めになってるここのカット部分でロールできるってわけではなく、本体と、腕のところにあるこのジョイントですね。ここの部分でロールできる感じになってます。で、肘関節がここに入ってるんですけど、これがね、こう曲げたりするときに、今までのやつと従来と、まあ、ご説明してるのと一緒で、この関節ジョイントの向きを、今こう曲げてて、こうしましたよ。これを、こっちに曲がるもんだと思ってるのに、関節がこう向いてるっていうね。それで、こっちですね。上方向に上げようとすると、バキッといっちゃうんで、この腕をね、こう曲げるときには、この関節のね、向きとか、その辺をちょっと注意しながら、まあ、動かすような形かなと。ガシガシアクションさせて、ね、遊ぶようなものじゃないんで、多分その辺はあんまり、気にして動かすとは思うんですけど、ちょっとここの部分ね、関節がちょっと、特に肘関節、これ交換効くものじゃないんで、ちょっとね、破損に注意かなという感じです。あと手首ですね。手首は一応この白っぽいこいつの、後に手首のジョイントがこう入ってます。で、あとこれの向きだね。これの調整によって、手首をね、いろんな方向に向けることができるというふうになっております。はい。一応、両手同じとなってます。で、次、ボディの可動ですね。ボディの可動が、この胸の下のここのライン。ここでグリグリ動かす感じ。で、腰ラインですね。ここの可動は一切ないんで、ボディの可動としては、ここのみで動かすような形となります。はい。で、次、足ですね。足なんですけど、ちょうどここのラインで見えてこの肌色の部分。これはボディ側のものなんで、足としてはここら辺ですね。ここら辺で終わってる感じになってます。なので、ここでこうやって動かす感じ。はい。で、一応左右に開くとこんな感じ。一応前後がこう。前がちょっとね、前がちょっと当たって、後ろは結構行くんですけど、やりすぎるとここの関節ね、ここのところが見えちゃうんで、あまり後ろ方向にもね、やらないような自然な開きとしてはこんな形にした方がいいと思います。はい。で、次足ですね。足自体は90度、こんなもんですね。で、あと足首っていうかね、なんかここちょっと特殊で、ここの部分のクリアなね、こいつが足首みたいなもんで、ここでこうやって振ってこういうような調整ができると。で、接続はピンっていうかね、棒接続ではなく、ちっちゃいボールジョイントみたいな、そういう感じの接続になってるんで、多少調整効くような形になってます。で、腕の方の肘の関節の曲げを言ってなかったけど、こんなもんですね。90度、これぐらいです。はい。ちょっとこんな感じですね。こんな感じで、まあ可動範囲としてはこんな形となっております。ではですね、次、ベースですね。アームとベース、そちらの方にちょっと取り付けの方行きたいんですけど、この背中のところに蓋があるんだね。あ、取れちゃってるね。この蓋が本来はここのところにはまってるよと。こうやってこうなってるのが本来は正解ですね。いつのタイミングで取れたかちょっとわかんないですけど、この状態で見た目をよく、このね、背中のこの状態の見た目をよくするんだったら、このね、クリップを腰にこう挟んで、で、この付属のアームをこう差し込んで固定してあげると。まあ、適当にやるとこんな感じで支えてあげると、
まあ、背中の方の見た目が変なね穴に刺してるわけじゃないんでいい感じですよと。ただし、これを使うとやっぱり、ね、腕をね閉じてもちょっとね脇に当たったりとかちょっとするのかな。あと腰の可動っていうかねこの胸下のこの可動がちょっと制限されちゃうんでアクションっていうかねする場合にはちょっと、向かないかなということなんで、ちょっと先ほど一旦取れてましたけどこの背中の蓋これを外して露出するこの穴ですね、こちらの穴の部分に、このアームの方をこう差し込んであげるとこうやって背中に刺すとここでこうやって動かすことができるようになりますよと。はい、でこのアームをこう曲げてで一番下曲げてベースの方にこう差し込んであげると、はい、でさらに調整ですね、調整を行うと、はい、非常に適当ですけどこんな形で立たせることができるよと。はい、あとは背中のね穴の位置の調整っていうかね、向きとかその辺の調整をすると、まあ、あるまっすぐ立たせることができると。その代わり奥がこんだけ出ると、この背中のねこのラインから考えるとこれだけ後ろに出ちゃう。なので、私の場合はいつもこれをこうしてひねるんですよ。でちょっと調整してあげると、はい、で、これねちっちゃいピン、先ほど言った通りこのちっちゃいピンですね、このちっちゃいピン、このちっちゃいピンで固定されてるんで非常にね抜けやすい、まあ、個体差かもしれないですけど私のやつは右足が非常に抜けやすいんでちょっとこの辺がね気になるかなという感じではあります。はい、で先ほどのねこうベースをやったらこれぐらい、先ほどこの後ろのラインから考えると結構ねこの辺ぐらいまで出てたのがギュッとね狭くなると、これぐらいの範囲で収まるようになりました。はい、その代わり弱点が一応1個あって、足をねまっすぐ閉じるとここのね足と足の間のところにアームがあるんで足自体がねこうピタッとこう下の方でこう止まらないっていうのがちょっと弱点なんですよね。常にこうちょっとで隙間が空く、この支柱1本分こう隙間がちょっと空いちゃうんでちょっとそこの部分が気になる点にはなるんですけど、まあ後ろにこうやってね飛び出さない分だけ、まあ、逆にいいのかなという感じでもあります。はい、以上本体の稼働と、まあ、ベースですね、そちらの取り付けはこんな感じとなります。はい、で、あと説明すると、まあ、表情パーツの交換とか手首の交換ですね、それをちょっといきたいと思います。まず表情パーツ、前髪ですね、前髪を外すと、で前髪外すと後ろのねこの白っぽいパーツは白とこのグリーンですね、これは頭部側にくっついてるみたいなので、これ取るときには前髪だけを握って取ると、この辺一緒くたに握っちゃうとこの白いちょっとピンって飛び出てるこのパーツですね、これここの部分を内側に力入っちゃうと多分ね破損する原因になっちゃうんで、前髪のパーツだけ、まあ、握って取るという感じですね。でこれができたら表情パーツ取って、一応表情パーツが2種類、こういう顔とこういう顔ですね、2つあります。で、ここ一応こっちにしようかな。これをここに付けつけて、あと前髪を戻します。はい。そうするとこんな感じで表情パーツの交換ができるという感じになっております。はい。で、あと交換の手首ですね。手首をつけるんですけど、手首の種類が一応こういうぐらい。はい。これが10ですね。あとこの辺とか。腰に手当てたりとかするのがちょっと開きが結構大きい手ですね。ただ普通の平手とか丸いものを持ったりするような手とかね、なんか結構いろんな種類ありますね。中中持たせるんでちょっとこれにしたいと思います。でこちらの手首をここから外すんですけど、外す際にこうですね、一旦手首のジョイントを内側に曲げて手首を引っ込むと、これそのまままっすぐ多分引っこ抜いちゃうと根元のこのジョイントごとポンと抜けて白いパーツとか飛んじゃう可能性があるんで、こうやってね内側に曲げて抜くと、その方が多分ね抜きやすいと思います。で抜けたらこの手首をここにえっと入れますよと。はい、で一応これで十持ちの手にしたんで、このところに、これをね
まあ、あれ無理やりですね。無理やりこうグイグイッと持たせてあげると、はい、こんな感じで銃をね持った状態にすることができると。であとこちらの方は、手首ですね。手首の向きとかこの辺を調整すると、ちゃんと構えることができるという感じになると思います。で肘曲げたりするときは、先ほどねこっちの左手の時に言いましたけど、この辺のこういう調整をちょっとやるときには、角度ですね、角度っていうかその向きですね、この関節の向きちょっと注意した方がいいと思います。はい、一応本体としてはこんな感じ、あと武器の持ち方と手首の交換、こちらの方ちょっとやられ、これで終了したいと思います。であと、付属しているなんだっけ、パペット偽装アンジェラってやつだね。それが一応こちら、はい、でこちらなんですけど、これこのまんまで終わりではなくてね、これね首のところにここにねジョイント入ってるし、腕自体にもここねこうデグリューね動くんですよ。で足も動かせるんで、ただ単にベースの方に乗っけてポンといて終わりではなく、ちょっとね多少足開いたりとか腕をねちょっと上げたりとか、こんな感じで多少のポージングみたいなのはできるような形になっております。はい、でね髪の毛、このテールのこの2つ、これは完全に固定でくっついちゃってるんで、これのあのひねりとかね、その辺はできないようになっております。なので全部動くような感じだと思ってひねっちゃうと多分バキッて折れちゃうんで、ここは動かないというふうに、見ていただければと思います。でこちらができたら、できたらというかね、この状態で後ろのこの穴ですね、こちらの穴に支柱用のやつが2つ、こっちちっちゃい穴というかちっちゃい玉、下が大きい玉になってます。でこのちっちゃい方の玉をここに差し込んでベースの方にこうやってつけると、はい、ちょっとこんな感じですね。であとこのこういうような調整をしてあげると地面にねピタッとつくような感じになりますね。はい、これで一応、先ほどねパケット偽装アンジェラ、これで完了。まあ、実際ねただ箱から出して、ちょっとね腕の調整とかちょっとしてただベースにつけただけなんで、特にね組み立てとかパーツ交換があるわけじゃないんで、一応こんな感じ、まあ、言い方悪いですけどおまけ要素的な感じかなと。はい、ということで一応アンジェラのねアンジェラバルザックとこう並べるとこんな感じになります。はい、いかがですかね。一応こんな感じとなっております。はい、一応こんな感じで、フィグマのアンジェラバルザックの方をご紹介終了したいと思います。今回からね、最初の冒頭の方にも言いましたけど、カメラが新しくなりましたということで、ピントの合いも早く、画質はねちょっとねあのディスプレイで見てる感じなんで何とも言えないんですけど、どうですかね、綺麗になってますかね。あと動画の書き出しと、あとアップロードした時の画質の変更とかによってちょっと変わるとは思うんですけど、前のカメラに比べると数段以上上がってるはずなんで、はい、よりね、鮮明な感じに映ってんじゃないかなと思っております。はい、一応次回はですね、久しぶりにカンコレのフィグマか AGP か、多分そのあたりを多分ご紹介するような感じになると思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。